T12 プラグとそれから派生したプラグは一辺の長さが 25mm 以上 26mm 以下の正方形に基づいています。交差やピン構成などの詳細はそれぞれの標準シートに記載されています。正面から見た T13 ソケットの分局青、中性導体緑から木、保護導体茶色、外部導体 s n 441011、2019年までの セブ1011は家庭用および同様の目的のプラグ及びソケットに関するスイスの規格です。プラグ s n 4 4 1 1 1タイプ12およびソケット s n 4 4 1 1 1タイプ13は国際的にはタイプ J としても知られています。スイスに加えてこのコネクタ規格はリヒテンシュタインでも使用されています。 コネクタ s n 4 4 1千1 1タイプ11と同じ 10A 用の2ピンコネクタはイタリアまたはイタリアのメーカーのデバイスにもあります。50Hz での 250V または 440V の交流電圧の規格で定義されているコネクタシステムは階層的に下向きに互換性のある方法で構成されています。つまりンペア用に設計されたソケットは十。 アンペア用のプラグも受け入れますが、その逆はできません。また、2極、または3極プラグは5極ソケットでも使用できます。ユーロプラグは4つのソケットタイプ全てに適合します。3つまたは5つの接点ピンを備えた全てのバージョンでは、中央の極が保護接点です。接触ピンは同じ長さですが、中性導体と外部導体のソケットが、 ソケットの奥深くに沈んでいるため保護接点が事前にあります。接点のオフセット配置により極性反転に対する保護が保障されます。単層ソケットで保護接点が下向きの場合外部導体は右側にあります。現在の4つのソケットタイプすべてに保護カラーが装備されています。保護カラーのないソケットは2017年以降 市場への投入が許可されておらず、以前は、ウェットルームの外でのみ許可されていましたが、このタイプの既存のソケットは引き続き操作できます。2009年以前の T12 プラグ及び2017年以前の T12 ソケット、指が危険な電圧に触れる可能性があります。ありがとうございます。